最近雨降ったりとか気温が高すぎたりとかなかなか行けない時があるので、家の中でもできるようにカイワレ育てていきたいなと思います。見てみると専用のプランターとかあまり必要なくてですね、スポンジとかを、まあ、土代わりにしてその上にこの種を引いて、あとは水を取り替えていくような感じですね。順番としてはスポンジを引いて水を浸るくらいに入れて種が重ならないようにばらまくで、発芽するまでは水を切らさないように与えて暗いところに置いてくださいと。で、芽が出て高さが10センチぐらいになったら日当たりの良い場所で 2,3 日ほど置いておくようです。直射日光は避けた方がよくって乾燥にも注意してくださいと。大体1週間ぐらいで収穫できるみたいです。収穫の時は食べる分だけ切って綺麗に洗ってから調理して食べると。はい、水を取り替えなきゃいけないんですけど、100均でですね、少し丸くなっちゃってるのが気になるんですけど、ザルですね、セットで100円で売っているので、スポンジ引いて水浸して入れて必要な時にこう下の水だけ取り替えていくと簡単にできるんじゃないかなと思うので、一回これで試してやってみたいと思います。ちょっとこれスポンジが長方形で形がちょっと合ってないので、ちょっと両端を少し切ってですね、この隙間埋めたいと思います。もうハサミで、あんま変わってないような気がするな。ちょっと切ったけど結局形悪いんですけど、これでやっていきたいと思います。開けて種はこんな感じですね。で、重ならないようにここに水を入れます。あとは暗いところに置いて発芽するまで待ちます。段ボールの中に観測用のカメラ、 LED のライトをですね、本当は真っ暗のところでやりたかったんですけど撮影できないので、こんな感じで経過を見ていきたいと思います。入れます。あとはちょいちょい水を取り替えてしながら見ていくだけです。1個だけ発芽してるけど他はダメだな。水が足りなかったのかな。はい、作りました。次はちょっと水が浸る感じで作ってます。水の量気をつけながら次こそは発芽させたいと思います。うまくいくかな、経過見ていきたいと思います。3日ほど経ちました。よいしょ、結構伸びてますね。ちょっと長さどれぐらいか見てみます。だいたい6センチぐらい。じゃあここからは緑化させていきます。室外機の近くだからあんまりいい場所ではないですけど、ここで様子見ていきたいと思います。お、結構育ってる。よっしゃ。ピンクカイワレっていう品種なんで、この茎の部分がピンクいですね。で、あ、こんな感じ。を取っていけばいいのかな。
よいしょ。長さはというと、だいたい7センチぐらいですかね。1週間ちょっとでだいたい7センチぐらいになります。そんで、あとは根っこは使わないかな。これがだいたい1週間で育ったカイワレの量ですね。ちょっと今回水の量が少なかったりとか、撮影の関係で光入れてたので、まあそういうのがなくてしっかり育てるともっと早く育つんじゃないのかなと思います。結構まだ種残ってるんで、まだまだ作れますね。あ、ちなみにこのスプラウトっていうやつは種に蓄えられてる栄養だけで育つみたいなので、この茎のところからまた何回も再生するみたいなことはあんまりないみたいですね。時間のある時にまたやれたらやろうかなと思います。まあ、水は1日に1回ぐらい、まあ、補充したり取り替えたりはしたんですけど、家の中でもできるのでよければやってみてください。以上です。カイワレ大根1週間育成でした。